はい。ということで、今日なんですけども、えー、新年一発目のね、えー、予想の方をやっていきたいと思います。はい。えーとね、まあ、グレードレースだったんですけども、まあちょっとね、3日間僕はちょっと見てましたんで、えー、最終日の決勝だけやろうと思って、えー、まあ明日のね、決勝戦のね、えー、立川 G3 のね、予想の方をしていきたいかなというふうに思います。早速行きましょう。はい。1番鈴木隆二選手です。2番郡司公平選手。 3番、清水博人選手。4番、桑原大志選手。はい、5番が鈴木信之選手。6番、近藤保選手。7番、平原康太選手。8番、坂本健太郎選手。9番が、内藤秀久選手となっております。はい、並びですね。296、んかですね。郡司康平選手に、9番の内藤秀久選手。6番の近藤選手ですね。3、4。 え清水博人選手、川原大志選手の、えー、こちら山口と二人ですね。で、福岡8番、えー、坂本健太郎選手は短期です。はい。571、こちら関東ですね。えー、鈴木伸之選手が前で、えー、番手で、から、えー、平原幸太選手と、1番、えー、の鈴木隆二選手、えー、東京のね、えー、となっております。はい、こちらなんですけど、まずね、ちょっとね、3日間見てまして、まあ、まあね、 おほほ。<laughs> ええー、平原選手は仕上がってますよね。仕上がってなっていうイメージがありますね。ねまあ、すごいですね。うん、3日間前でやってるんですかね。うん。うん。ねえ、うん、まあ、いいっすね。平原選手ね。で、3日間前でやって、ここ最終日はね、鈴木選手というね。 鈴木選手というね、こう、馬というかね、うん、ができたことによって、やっぱ、ここ、関東はね、相当いいんじゃないのかなというね。で、やっぱり人気もここに集まってくるんじゃないのかなというふうに思うんですけどね。うん、思うんですけど、まあ、そんな感じでもうね、ここはもう先行は、ここしかないと思いますね、関東から。ね うん、と思いますね。うん、この二人やらないでしょ。わざわざ。ただね、ここ先行させちゃったら、平原選手というね、うん、こういった、ね、強いオール何でもできる選手をここにやっちゃったらね、例えばね、後ろからまくりに行って、裁かれちゃってっていうのね、どうにもならなくして、鈴木伸之選手もかかりよかったらね、調子いいですからね。 かかりよかったらね、もう手回しも出ないって状況がね、出てきちゃう可能性はあるんですけどね。あるんですけど、やっぱりこの軍事公平選手もいいんすよ、今回。うん、すごいいい。うん。だそう考えると、っていう話ですよね。もうそれをね、ねじ伏せるここのねじ伏せる力。 というか、まあ、調子いいんじゃないのかなというふうに感じで思ってるんですけどね。なんで、まあ、ここの後ろを、まあ、清水博人選手、仮にこうなったとしても、ね、まあ、先に清水博人選手行ったとして、まあ、平原選手がこう、ね、構ったとしてもその上を、ね、その上を豪快に行けるようなね、軍事公平選手、まあ、そのぐらいの調子の良さはね、うん、 キープしてるんじゃないのかなというふうに思いますね。だって、今日の準決勝なんてまあ、まあ、かまして、かまして先行で逃げ切ってますからね。あ、逃げ切っては何か最後刺されてるのか。ですけども、いわゆるライン独占って形を作りましたからね。いや、相当いいっすよね。うん。あれができるっていうことはやっぱり、まあ仕上がってるんじゃないのかなというふうに。この、ね、立川バンクもやっぱり冬は重いっていうね、この言われてるバンクですからね。 うんだから、それがね、できるっていうのはね、まあ、もちろん対戦相手のメンバーのね、このレベルが違うって部分もあるとか,かとは思うんですけど、けどやっぱりね、あれがライン独占させることができるっていうのは、しかもかまして先行してね、うん、っていうのは相当やっぱりし上がりが良くね、できないと思うんですよね。うん。 えー、グレードレスのね、準決勝レベルでそれができるっていうのはね、うん。まあ、それを言ってみたら、平原選手もそうなんですよね。平原選手は初日ですね。初日の特戦でね、えー、結局、逃げましたよね。先行して結局、ね、後ろの鈴木隆二選手のね、えー、を、に最後刺されてしまいましたけども、うん。ね、あれを、 いわゆるライン独占っていう形でできるっていうのはやっぱり平原選手もすごいいいのかなというふうにね思いますけどね。うん。あとは、えー、立川記念といえばね、清水博人選手ですか。ね、今回3連覇かかってるっていうレースなんですけども、ちょっと初日、まあ、2日目がちょっと、まあ、初日はダメでしたね。あの、2日目のは4着だったんですけども、あれ、着以上にそんなに、あのー、 内容は悪くないかなっていうふうに思いますね。うんと、結局二日目は、えー、っと、逃げたんですかね。先行したんですかね。かましたんかな、うん、かましたんですけど、かまして、あれ、まく、まくったのか。<laughs> うん。で、えー、っと、最終バックあたりで、えー、っと、でき、 で、そのまま行くかと思ったら最後追い込まれていっちゃってね、あの、結局4着になってしまったっていうレースだった、レースだったんですけど、あれ、何易以上に、あの、あそこも、あの、できてるっていう部分で考えれば、そんなに悪くないのかなっていうふうに、まあ、着以上に悪くないかなっていうふうに思います。現に、まあ、準決勝は一応頭取ってますからね、ちゃんとね、しっかりと。うーん。 取りこぼさずに行ってますからね。うん。だ、そこまで悪くはないのかなっていうふうに思うんですけどね。思うんだけど。うーん。まぁ、あ、ちょっと決勝のレベルってなってしまうと、まあ初日のね、レースなんか見てもなんかいまいちっていう部分がちょっとやっぱり残ってますしね。うん。だけどまぁ一発怖いっていう部分はありますけどね。うん。 ね、ちゃんと、だから、ここ、まあ、清水選手がもうダメなのはもう後方に置かれた場合ですよね。ここに軍事選手がハマっちゃったらもう、ね、ここに蜂が来て、後方に置かれちゃったらもう完全アウトですよね。完全アウトだと思います。うん、なんですけども、まあ、中段にはまったら、ちょっとね、チャンスはなくもないかなっていう部分に思うんですけどね。うーん、うん、と思いますよね。まあ、そんなとこを含めてちょっとね、 えー、考えていきたいと思うんですけども。はい、えー、っと、もう、改目行きましょう、改目うん、行きましょうね。で、えー、っと、平原選手ですね。やっぱり平原選手、うん、調子いい。まあ、平原選手が調子いいっていうことは、えー、地元の鈴木隆二選手、ね。今回、3日間、平原選手前に走ってる。で、初日、特に初日なんかも、前で先行もしてるってところを考えると、僕は、 いわゆる、もね、鈴木信之選手が先行して、早めに二段掛けていくのかなっていうふうに思います。うん。早めに行けば、えー、最後の直線で鈴木隆二選手が追い込んで頭っていうふうにね、うんうん、考えることもできるかなっていうふうに思うんで、ここはまず鈴木隆まあそういうところありますからね、平原選手ね。地元の鈴木隆選手にね、っていう部分も絶対あると思うんで、 じゃないや、多分初日とか前回ってないと思うんですよね。うん。と思うんで、もうここはもう僕は鈴木竜二選手からいきます。はい、いきますよ。はい、1の、やっぱり軍事公平選手を絡めた1、2ですね。はい、1、2の、えー、3、3、 4,79と。はい。1,2折り返し、3,4,79ですね。まず、ここから行きます。はい。あとは、えっ、ー、と、1。<laughs> えー、そうですね。まあ、ここで、えー、まくりが狭、ま、くりにはいって、ここでぐちゃ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 にったときに、やっぱり中空いたところを、つ、まあ、内、う、藤、ん、秀久選手が、 あの、中から突っ込んでくるみたいなね。うーん。部分も。まあ、立川もね、それなりに直線はありますしね。うーん。ということで、19行きましょう。19折り返し。ね。19折り返しの2、3、4、7と。はい。 いう感じに行きます。最後に、えー、っと、まあ、ちょっとここはどうなのかなっていうふうに思いますけど、うん。まあね、うん、まあ、か、平原選手の早めの仕掛け、うん、っていうのもね、ま、あちょっとね、まあ、自分を取りに行った場合って考えた方がいいかな。うん。 てなると、鈴木隆二選手が、まあ、鈴木隆二選手横に動くかなって思うんですけどね。この二人まっくり来たところで、うん。うん。ちょっとそこは、ちょっとそこはどうなのかなって部分を思うんですけど、うん、難しいところですね。<laughs> まあ、ここのね、あと一つどれを選ぶかなんですよね。単純にここ17のラインで選ぶのか。まあ、こ,こ絶対ここが売れると思うんですよね。 思うのか、もうに、こっち行っちゃうかとか、あと誰かを組み合わせるとか、思うんですけどね。まあちょっと、まあここはね、うーん、うん、まあ単純にちょっとね、えぇ、ー、えー、よし、行きましょう。 ま、平原選手行きましょうね、ちょっと。うん。まあ、仮にその、早めに仕掛けない自分に取りに行った場合ってところで、平原選手と、えー、っと、僕はね、まあ、軍事公平選手もいいんですけども、なかなかこの清水、 ヒロト選手もいいのかなっていうふうに思うんですよね。で、清水ヒロト選手のバーンズの桑原選手、うん。最後直線追い込んでっていう形で、まあ、最後の直線勝負ということで、47の折り返し行きましょう。ちょっとこれは結構少しそうな気もしますけどね。うん。47の折り返し。はい。で、えー、1 2 9で行きましょうね。はい。47折り返し、1239。うん。 はい、この24点で明日は行きたいかなというふうに思います。ということで。はい、えー、とですね。まあ、えー、新年一発目の経営予想なんで、うん、ちょっとここは当てていきたいかな。うん、まあ、ここ当たればね、うん、今年ね、まあちょっと私最近ちょっとね、まあちょっと体調崩してね、なかなかね、うん、あのー、上げれてないんですけどもね、いろいな動画とかもね、あのー、まあ、 うん。適当に上がってればね、見ていただければ、うん、ちょいちょい上げてはいきたいと思うんでね。こういった予想動画もそうですし、ね。えー、まぁいろいろな実践動画、まあ、競輪やったよって動画もそうですしね。うん。あのー、上げていければというふうに思うんで、え上、ー、げ、あのー、み、あの、上がってたら、もしね、見ていただければというふうに思います。はい。で、今回の動画ですね。以上になります。